さあ、それでは準決勝参りましょう。プレイヤーズコンベンション愛知2024リバウンドスタンダードサポーテッドバイ楽天ブックス、藤井勇気選手と岡陽介選手のフィーチャーお届けしていきます。さあ、残すところあと本当もう2回戦しかないですよ。バント独占で昨日藤井選手と、ボロス招集の岡選手のフィーチャーですね。これはバチバチのと付き合いになるんじゃないでしょうか。藤井選手の独占デッキ、独占デッキもね、細かいところのカードチョイスで差が出ますが、ダニの突撃、あと、アスピランツスアセント。なんてカードだったかな。クリーチャーに飛行をつけてパワーも上げるインスタントとかが、藤井選手のリスト、有望体の向上ですね。プラス1プラス3と飛行をつけて毒性プラス1する。1枚のインスタントが4枚入っているなど、本当にバント特性、プレイヤーの好みが反映されて面白いデッキだなと思います。さあ、まずは岡選手、内なる空の管理員で攻撃する形でゲームスタート。2枚目、土地置いてターンエンド。あ、藤井選手の形は、失礼しました。違う選手や。ごめんなさい。僕もちょっと疲れてます。違う選手のデッキリスト見てました。独占デッキじゃ全然ない。こちらですね。ディミアコントロールですね。大変失礼しました。ジミーやコントロールとしては割と一般的なジェイスで、蓋して死にに口なしで流して、あとは黒の除去の雨あられ記憶の氾濫で手札を満たしてという構成ですね。あ、そんなコントロールに対して岡選手は3ターン目綺麗に3枚目の管理人からのイオスでイモデーンの帳簿兵と、そして毅然たる援軍手に入れました。対して藤井選手、ここは、避難の道でザバッと流す。2マナ以下のクリーチャーすべて破壊、管理人3体は流しましたが、でもまあイオスの遍歴の騎士残っていますし、先ほど2枚カード手に入れたのでアドバンテージ的な面では損はしていない。さあ、ひよっこ捜査員、土地からの、さて、援軍、ゴマナ、おー、イオス。4体召集分で使って、さあ、クリーチャーカード。2枚、チタギリの復員者プラス、ボルダーレンの美食か。
クイーン社はこのコントロール相手にも結構いいカードじゃないでしょうかね。全体状況打たれた後のリカバリーできる。さあ藤井選手ここで何かしら全体状況避難の道打ったりなどはできず、岡選手ここで芋で走って通ったりすると19点も吹き飛びそうな感じですが、さあ はい、プレイしました。イモデンの長歩兵、すべてのクリーチャーにプラス1パワー上げて速攻をつける。これが通るの OK。 全員速攻パンチ。これ何点抜けるでしょうか。藤井選手まずは喉首、一番大きいイーオスに打っての、もう一枚ぐらいは、パワー2が4体、パワー3が1体、パワー4が1体。ここは長い別れ、イモデーンに打ってで、19から一気に5まで藤井選手ライフが落ち込む。さあここで落ちを置いてエンド宣言。おっと、先導車の号令でパワーも上げる。単体除去では騒がせない。ただこれは否認で打ち消した。さあこのアタック、保安官を打てですかね。これでイーオスは あれか、ジエンドですね。なるほど。ライフが5点以下だったので2マナで打ったと。一巻の終わり。これでイオスを抜き去って、しかしパワー1、4体に殴られて残ライフは1。いや、ここでターン返ってきたが、すべてを裁く手段はなし。岡選手。避難の道を浴びながらも次のターンで一気にまた召集4から手札チャージ。イモデーの長歩兵が火を吹いた。勢いを感じますね。予選ラウンドは1敗で抜けての準々決勝勝って現在8勝1敗のスコア。いやー、内なる空の管理人3体流されて、普通だったらかなりきつい。しかしそこからの手札の内容も素晴らしく、もう全体除去がくれればしょうがないといういい意味の開き直り、それが功を奏した形になりましたね。さあ色名デッキリスト画面出ておりますが、まずは今のゲーム取られた藤井選手のディミーアですが、もともとメインデッキにはたっぷりの除去が入っているので、サイドから除去を増やすというスタイルは取らない。ここはまあパワー4のハンコンで壁役もできる
黒ゾズが増えたり、除去を打ってたら培養で、またこれまた壁役が増える、種子ザメとかが入ったりとかするんでしょうかね。とにかくこれ以上除去を増やすスペースは逆にないぐらい、全体除去も6枚体制ですからね。これらを、まあ、避難の道、先ほどのゲーム1枚は引きましたが、これらを複数枚引ければ、先ほどのゲームも全然違った展開になったでしょうから。さあ、そして対する、岡選手、勢い感じましたね。ブンブンブンと、圧倒していく。ボロスの、ボロス召集デッキ、いろんなタイプがありますが、こちらのリストは、先導者の号令が3枚、チタギリの福音者2枚、ピクシーはなし、マナベースもスランの門が1枚入っていたりと、本当にね、このデッキはね、中核をなすカードは変わらずとも、細かい部分プレイヤーごとに違って面白いですよね。サイドからは、やはり、ゴバカーンへの進行。そして、青黒というカラーリングでは、まあ、ほとんど触ることができない、アーティファクトである、ウラブラスクの溶鉱炉とか、そういったところで、相手の全体除去を唱えさせるコストをまず上げる。あるいは全除去でもしのぎきれない速攻持ちを毎ターン射出するアーティファクトで勝負するかというサイドプランを取ってくるんじゃないかなと、そんなマッチアップでございます。さあ、この愛知トコダメスカイエキスポにて行われているマジックの宴プレイヤーズコンベンションも、現在26日の18時49分、だんだんとお客さんもね、それぞれの帰路について昼間とかのこのワイワイ感すっかりなくなって寂しい、そんな空気感に包まれていますが、その中でメラメラと熱闘の火まだ燃えています。藤井祐樹選手、岡陽介選手のフィーチャー、1本目岡選手勝って決勝へ一歩先んじた形、勢いがすごかったな。ああいうのを見るとね、ボロス最強やんっていうボロスとプレイしたくなる欲が高まるんですけどもね。逆にね、ボロスがバンバン展開してるのをディミアがゴリッゴリに流してるところを見ると、これディミア最強やんってなってディミアをプレイしたくなるという、このふわふわ感。みんなはどんなデッキが好きなんでしょうかね。おのおののデッキを持って次のプレイヤーズコンベンションには遊びに来てほしいものです。まあコンベンションに限らずね、今後もマジックのいろんなイベント、グマジック主催の BMO なんかも控えてますのでお楽しみに、というところで藤井選手がワンマリガンを宣言。手札の枚数は減ってしまいますが、よりこのマッチアップに適した初手を得るために、さあ今度の7枚の内容いかがでしょう。キープを宣言。1枚ボトムに送ってさ、ゲーム開始。
脅迫から。手札には、ウラブラスクの溶鉱炉のみが非クリーチャーカードですかね。あとは、土地が3枚、内なる空の管理人、イオスの遍歴の騎士という内容。これはまあ、強力なサイドカード、まずは1マナで、スッと処理できて、藤井選手。というところですけども、ただ手札には遍歴の騎士も見えている。ひよっこ捜査員が。の、この出してきた調査の手がかりトークン、これを使って、はい、このターン出した内なる空の管理人3体分タップしての戦術でトップ操作プラス1カウンターを得る。さあ、ここに避難の道、これはいい動きですね。盤面一旦リセットに成功。ただ岡選手もボロスを使う上で、このぐらいのことはもう織り込み済み、覚悟の上かとは思います。さあ、3万、ここはイモデーン長歩兵、短期ですがパワー3の速攻で、とりあえずダメージは通す。さらにイモデーンで殴る。ミレックスを出してターン終了ですが、これは廃墟の地で破壊される。それに対応してダニだけは残していくという。ああ、今回は比較的穏やかな攻めをしてきていますが、藤井選手、ここ4マナで5。対する岡選手、さあ、徴収コストも払えるがどう動くでしょうか。お、ここでウラブラスクの溶鉱炉。油を置きたい。これに対して、ティシャーナがそれを打ち消して、溶鉱炉は置物に。さあ、対してイモデーンが突撃、2点は刻むことに成功。さあ、溶鉱炉2枚分はなんとか対処をしていますが、ただ土地が4枚でストップしている。対して岡選手は手がかりを起動、ドローもして、さあ、ティシャーナを除去とかできれば、ウラブラスクもまた動き出しますが、そういうカードはね、積極的にはサイド後採用していないと思いますけども、問答急行の事件とかが何枚か残っている可能性とかは、全然あると思いますので、さあ、ここをひよっこ捜査員追加。クリーチャー現在3体。いっちゃうか？招集。それとも、悩ましいですね、これ。お？イモデーンで攻撃宣言。さらに。
土地に手をかけた。手がかり起動でワンドロー。召集込みの5マナからイモ、イオスですが、これには2枚目のキシャーナで能力は打ち消す。ただ依然として44は戦場に残る。さあ、そしてドローをしてちょっとため息をついた藤井選手、5枚目の土地見当たらない。ここは記憶の氾濫。このままダラダラしても拉致が開かない。4枚掘って2枚をこれだよと言わんばかりに選んで、さあタップイン土地を処理。おっと、下斬りの復員者からのイモデンの帳簿兵フルパンチ。これは何点入る。コウモリも交えて歓声もついてマストブロック2体、最もパワー高い2体にどけて上で、11点は、はい、もう余裕で達している。藤井選手最後は諦め、しかし笑顔で右手を差し出し岡選手の勝利を称えました。というわけで勝ったのはボロス召集岡陽介選手、ストレート勝ちでございます。勢いを感じる。いや、藤井選手もね、避難の道打って全体除去は挟んではいるんですが、しかもウラブラスクの溶鉱炉という危険カードも2枚抑え込んではいるのですが、加選手の怒涛のラッシュがそれを上回る形になりました。決勝進出お見事。では、この後決勝戦でいよいよ最後の戦いで皆様お会いしましょう。もしかしたら生放送になるかもねー。